し、行くわよ。あのさ、誘ってくれたのは嬉しいんだけど、私長谷尾のことあんまり知らないんだよね。とっつきにくそうだし、とんがってるっていうかさ、どういうやつなの？一言で言うと。一言で？そうだね。あ、そうだ、ヘタレだよ。あだっ、うるせえ。長谷尾、なんだよ、エリアの一番奥にいるんじゃなかったのか。今来たんだ。まったく、変なこと吹き込んでんじゃねえよ。誘ってくれてありがとう。ああ、じゃあ奥で待ってるからな。行っちゃった。一緒にエリアの奥に行けばいいのに。冒険らしくなってきた。どうしよう、甘い。
乱手。
倒したぞ。ハセオ、なんでそんなところに？ブラックローズだけこっちに来てくれ。え？ブラックローズだけ？何？何の話？話というか相談というか質問というか、同じくらいのあんたに聞くのが一番だと思ってさ。例えばさ、あんたぐらいの年の女ってのは、その誕生日のプレゼント何もらったら嬉しいのかなって。何それ、何なのどういうこと、もっと詳しくプリーズ。二人で何を話しているんだろう、全然聞こえないや。ハセオ、赤くなったり青くなったりしてるぞ。そんなに難しく考えなくったって普通でいいんじゃないの？そうなんだけど、なんていうか、あいつちょっと普通じゃないとこあってさ。とにかく大丈夫だって。好きな人からなら何をもらったって嬉しいもんなんだから。ちょ、声でけえよ。私だってさ、私のことはまあ横に置いといて。なあ、さっきから何の話してるんだ？ダメよ、時雄にはちょっとまだ早いから。早いってなんだよ。はい、それじゃあ話も終わったし、ハセオ帰ろっか。じゃあそういうことで、今日はありがとな。何がそういうことだよ、結局教えてくれないまま帰っちゃったよ。だから時雄にはまだ早いってば。それに私の口からは言えないかな、いわゆるプライバシーってやつ。ちぇ、なんだよそれ。じゃあね、時雄。ハセオも話してみたら案外いいやつだったし、楽しかったよ。
ブラックローズも帰っちゃった。ほんと、どんな話だったんだ？ものすごく気になるけど、仕方ない。グランホエールに戻るか。まずはブレグエポナのカオスゲートに行こう。よう、トキオ。実は欲しいレアアイテムがあってよ。探すの手伝ってもらえるか？ああ、いいよ。でもハセオってレアアイテムとかにあんまり興味ないと思ってたよ。まあちょっとな。じゃあこのエリアに俺と一緒に行こう。よし、ブレグエポナのカオスゲートからエリアに行こう。俺に任せろ。このエリアでレアアイテムが取れるって聞いてきたんだよ。でも敵が強くってやっぱり一人じゃ無理みたい。俺たちもこれからレアアイテムを取りに行くんだよ。そうなの？じゃあ私もついていっていい？アイテム見るだけでいいから、めでるだけでいいから。めでるって時を知らないの？ここで取れるのは花のアイテムなんだよ。花のアイテム？そうなのか、ハセオ？ああハセオ、花が欲しいのか？そうだよ、なんとなく欲しくなったんだよ。さっさと行くぜ。私はお宝探ししながら行くから先に行ってて。冒険らしくなってきた。